皆さん、こんにちは、大地です。今日もオンラインでスーパービジョンやってたんですけどね。まあ、コーチング見てると、細かいスキルのこともあるけれどもね、根本的な考え方なんかをね、確認するようなシーンもいろいろあって、今日はその中からね、やっぱクライアント自身に関心を持つっていうことが、コーチングではとても大切な視点なんだよというお話をしたいと思います。今日ね、コーチング見せてくれてた人はすごくコーチング上手だったんだけどね、なんか例えば未来のシーンを聞いてる時にね、そこでどんな結果が出てるとかね、何が起こってるみたいなことを、すごくいっぱい聞いてたんだけど、なんかね、全然その未来にいるクライアント自身がね、どんな風に成長してるのか、変わってるのか、自分らしくあるのかっていうことに、なんか関心がちょっと薄いというか、だからあんまり聞かないんだよね。そのやってることとか出してる結果みたいなところにね、こう意識が入ってて、それすごくもったいないなと思って、コーチングではそのなんか問題とか課題とかタスクとかよりも、その人そのものというかね、クライアントその人にやっぱり関心を持とうみたいなのが、まあ大きな原理原則で、もちろんそれは、課題とかね、なんか、タスクとかそういうものを見ないっていうことではもちろん全然ないんだけど、やっぱり両方すごく大切なんだよね。で、特にやっぱり、人ありきなのが、この 人間性心理学に根ざしたコーチング、アドラー心理学に根ざしたコーチング、だと思うので、だからね、やっぱりそこにいるあなたはどんなあなたなのってね。で、今とはね、今現在、2023年現在とは何が同じで何は違うのとか、どんなとこが成長してるのとかね。ここにいるあなたが本当にあなたね、自分らしいあなただとしたらね、それはどんなあなたなんだろうとかね。で、やっぱりそういうことに関心を持って質問したりとか、一緒に考えたりとか、その答えを喜んだりとかっていうのが、やっぱりコーチなんじゃないかな。で、その自分がね、どんなことしてるんだろうね、どんな人相手にどんなことしてるんだろう、どんな結果が出てるんだろうね、そこで何が起こってたら本当に嬉しいんだろうってことをこう考えていきながらね、その未来の場面っていうのを描いていくみたいなことが、一緒にできるといいんじゃないかなということでね、ぜひクライアントの未来に、関心を持つという時にはね、そのクライアント自身に関心を持つね。で、クライアント自身がどんな自分らしい、どんな在り方でね、どんな生き方で、何を大切にして生きてるのか、だから何が周りで起こってるのかっていう、ふうに考えてみるっていうのがいいんじゃないかな。僕がある時、平本さんね、僕のコーチングの最初の先生で、今のね、プロコーチ養成スクールを、一緒に始めた人ですけれども、にね、平本さん、どんな意識状態でとか、何を考えてコーチングやってるんですかって質問した時に、自分の中にね、その唱えてる言葉があると。で、この人の輝く場所はどこだろう、そこにたどり着いた時にこの人はどんなふうに輝くんだろうっていうことを知りたいと思いながらコーチングをしてるっていうふうに言ってましたけど、それもそうなんでね、結局この人はどんなふうに輝くんだろうね。やっぱりなんかこの持って生まれた魂がというかね、思いがこう開花して、で、輝いてる瞬間っていうのが見たい、その人の輝きが見たいんだよね。で、その輝きが世の中に何をもたらしてるかが見たいと。いうね、のが、なんか、アドラー心理学とか人間性心理学とかを、大切にしてるコーチの、視点なんじゃないかなということです。参考まで。それではまた。バイバイ。